食に対しては料理とかする方なんで好きですね、学生の時キャンプとかで野外出ることが好きだったので、まあ、そうすると外でどうしても飯作りますので、うん、そうするとだんだん何でしょう、エスカレートしていくっていうか、どんどん道具とかも揃えたくなるようなところはあったと思います。毎中華鍋とか持ってたりですね、 しますんで、中華系は大体いけますね、うん、であと最近はダッチオーブンで買ってみたりしたんで、西部劇とかでカウボーイが外で料理するときに使うようなタイプで、直接鉄の巨大な塊の鍋をその焚き火の中に放り込んじゃうような荒っぽいようなことをやる調理器具なんですけども、ちょっとそれは最近面白いです、はい、やっぱり料理って、まあ、レシピ通り作るっていうのも、まあ、それはそれですごく達成感はあるんですけれども、非常に刹那的な何でしょう、決断を迫られるものだと思うんですね、うん、今この火加減でこのタイミングで何か入れないとうまいものできないってありますよね。そういったところでちゃんと決断できて、あ、いい結果になったなというとすごく満足度が高いなと思いますけど、まあ、大学の時の、まあ、入ってたゼミの恩師からチャンスに貪欲になりなさいということを言われてたのは、これは今でも忘れてないですね。例えば自分で言うと、まあ、幸いに恵まれた境遇に生まれたということもありますし、その中で何でしょう、いいポジションに早く着くっていうこともできたので、すごく一時期プレッシャーに感じてた時期もあったんですよ。やっぱり会社に入った直後ぐらいなんかは、ちょっと課題の期待じゃないですけども、あとはなんかこういうふうな期待されてるのかみたいなところをすごく意識してる部分もあって、すごく辛い時期もあったんですけど、その時にちょうど、まあ、この言葉を思い出してですね、もう一回教授と会ったりした時に、この中で一番早くビジネスマンとして成功できるチャンスにたまたまいるだけなんだから、そんな別にプレッシャーに悩んでる必要全くないんじゃないのっていうことを言われて、あ、そうだよなっていうふうに開き直れるようになったきっかけだったかなと思いますけど、もう今はチャンスとして捉えるしかないし、まあ、それをチャンスとして楽しんでいくということ、うん、なのかなと思いますね。